よイコの皆さんご機嫌よう、えー、iPad Pro を買いました。これで移動中でも外出中でも24時間どこでも仕事ができます。ワーカホリックの闇限りキーです。いや、マスカラスさん、こいつらとんでもねえガキでね、特典ホッさんに何度も何度も同じ映画見てやがるところ踏んずくのえたんですが、サツケン P です、えー。かの有名なバラのワールド。これまたかの有名な幻想万華鏡シリーズ。 えー、果たして人はこの2作を同時に見たときどちらを同人作品だと思うんでしょうね。永遠の15歳こととはです。バラのルはまたなんか別だって。いやでも幻想万華鏡シリーズと比べたらもうどっちが同人作品やなって。えー、幻想万華鏡シリーズ見たことありますいや、まだ。ほんあれ見るべきっすよ。ハンドルネームに2文字の言葉を2と繰り返してるタイプの人にはものすごく 嫌な思いしかさせられてこなかった人のためのチャンネル、トライニートゥーンズの映画レビュー、今回大魔人シリーズ第2回ということで、えー、大魔人、怒るを語っていきたいと思います。はい、あのー、ね、前大魔人怒るか、ど、逆襲がどっちが2作目だったか、3作目だったか、いつもわかんなくなるんですよね。<laughs> は,いはい、はい、うん。ってか、タイトル的には大魔人逆襲の方が2作目っぽいよなとは思いますよ。確かにね。うん、はい。というわけで、えっ、ー、と、監督は、えー、三住ミスミケンジさんです。 えー、脚本は吉田哲郎さん。で、制作は長田ラッパさん。え、はい、音楽は福部明です。ね、<い>今回もかっこよかったですね。で、えー、出演者なんですけど、えー、本郷康二郎、うん、藤村志保、えー、丸井太郎、内田朝をえ、えっ、ーえー、と、あとね、上野、えー、上野山幸一さんとかね。あと、平泉生出てますよ。平泉生かっこよかったね。<laughs> はい、うん。びっくりしましたね。 ジャイあとジャイ、ジャイガー、ヒラエズミ。あとね、ジャイガー、あと、あの、大英、うん、特撮というとね、あのバルゴンで、あの、小野寺って、あの、クズの役を演じられてた藤、ね、藤山さんが、ね、あのまた出られてたりとか、ね、あと、本郷さんガ、ガメラ嫌々だったのに、大魔神にも出させられてたのかってね、ちょっと、うん、<laughs> うん、なんだかなって思いました、ね。まあ、若い頃の本郷さん、本当に怪獣映画嫌だったらしいですね。<laughs> うん、お <laughs> 年を召してからは、割となんか、もう受け入れたというか、なんか、いい思い、今となってはいい思い出みたいな感じになってたみたいですけどね。 はい。うん、で、えっ、ー、と、大魔人はおなじみの橋本力さんです。で、はいえー、大まかなストーリーなんですけど、えー、平和な村が悪い奴に乗っ取られて、主人公たちが殺されそうなところ、大魔人様にお願いすると魔人様が悪い奴らを殺してくれたというお話です。はい、いつもの通りですね。はい、<laughs> うん。<laughs> うん、<laughs> 多分全部これなんじゃないかな。様 <laughs> 式日だよな。これは結構楽しかったですよ。ということで、えー、皆さんどうでしたかとわくんどうでしたか えっと、うん、まあ前回1作目のレビューで言ったようにまあ子供の頃いつの間にか大魔神というのを知ってて、うん、でそれからしばらく経ってどうやら大魔神っていうのはな,な,なんか複数え何作かある、うん、しなんかとりあえずシリーズ化されてる作品だしというのをまたどこかしらでいつの間にか知って、うんうん、でこの作品に関してねあのちゃんと知ったのはあの中学の時に読んだ空想科学読本、うん、あれの3巻で、うんうんうん あの空想科学読本であの自然現象にあの立ち向かったキャラクターたちがいたけどあれ実際にやったらどうなんのかっていうのを検証している項目がありまして例えばあの大津波を帰ってきたウルトラマンが押し返してたけどあれ実際にやったらどうなんのとかあのスーパーマンが地球の自転を逆回転させてたけどあれ、実際にやったらどうなんのとかスーパーマンは逆転させてたわけじゃないんだけどね実はね。 <laughs> へえ、そうなの <laughs> あとは、あ,あれだ、あの、妖精ゴラスで、あの、地球ごと逃げてたけど、あれ本当にやったらどうなんのみたいな、そういういろいろ検証してる中で、あの、湖の水を真っ二つに大魔人が割ってたけど、あれ実際にやったらどうなんのって検証した回があって。で、大魔人は2作目で湖の水を割っていたっていうふうにな、ことが書かれてて、うんうん、へえ、2作目そんなことやってんだみたいな。 そこで、まあ、二作目は、まあ、どういう感じの見せ場があるやつかっていうのとか、まあ、どんな流れの作品かっていうのを、まあ、大まかにして。ちなみに、あのね、本当にこの映画みたいに湖の水をバカッと割ったら、あの、大津波が起こって、あの、まあ、悪い奴らも押し流されるけど、同時に善良な村人たちも全員死ぬっていう、そういう結,結論になってましたけど、まあまあいいわ。<laughs> で、まあ、それで知ったんだけど、まあ、今回これは初めて見まして、うん、えっとですね、まあ、正直ちょっとね、大魔人シリーズ、今回これ2作目見るにあたって、ちょっと、ちょっと懸念みたいなのがありまして、はい、ちょっと心配してたことっていうか、まあ、それは後で言うんですけど、でもね、ちょっとその懸念みたいなのがちょっと今回見てて、いや、ちょっと当たっちゃったかなっていうのが、まあ、あって、でもね、やっぱりあの、まあ、前作であれだけね、本当にもう、あの、すごいって言ってた特撮シーンは、やっぱりまあ、 あの、愛も変わらずすごい特撮シーンの目白押しで今回2作目になっても。で、まあそれどころかまあ結構前作になかった感じの描写とかもあって、え、方法すごいじゃんって思ったんで、まあ本当にね、特撮シーンとか見て面白かったんですけど、まあちょっとね、まあさっき言ったように懸念してたこととかもあったんで、まあちょっとどうだろうなっていう風な一面もある作品ではありました。はい。わかりました。さつけんさんどうでしたか僕は、うん、僕も、に、 今回、これをちゃんと見るのはやっぱり初めてなんだけど、うん、やっぱあの、溝あって,て出てくるっていうのは、割と有名なシーンだから、うん、あの、一作目じゃなかったんだっていうのは、最初知った時思ったことなんだけども、うん、まあ、話的にはちょっと、前回よりも、ほら、うん、何年も、何年もどっかに隠居しててとかっていうくだりがない分、うん、割とわかりやすくはあるかも。うん わかりやすくてか、シンプルな話にはなったかなと思うんだけども。うん、あの、うん。やっぱ、うん。ただ、前、前回ほど、こう、残虐な感じでもないから、うん、あの、戦いが。うん、<laughs> 語る的には、ちょ、一段落ちるかもしんないんだけど、うん、やっぱりそれでも特撮はすごい、うん。相変わらずすごいねっていう感じ、かな。でもでも、す,でもすごい好きですよ、ね、それでも。うん あと、やっぱ、あのね、一つ思ったのが、うん、あの、水を割ってくるシーンってこれ、マジンガー Z の、が出撃するときに、あの、水を割って出てくるのってこ、これ見てたのかな投影動画のスタッフはとか。あなるほど。ああ、なるほマジンが水を割って出てくるのって、あれが元,な元ネタだったりすんのかなとか、そんなことを思いましたね。うん、確かにそうかもな。そんな感じです。 僕も多分皆さんと同じなんだろう,そうけど、うん、まあだから、アクションはすごいパワーアップしてるんですよね、アクションとか特撮。だから、アクションは2作目だけど、うん、やっぱドラマは1作目だなって感じ。うん、だけどま、まあうん、まあ、それも、まあ、まあ、そうだよね、差もあり、そうなるよなっていう感じはしたので、うん、まあ別に普通に楽しめました。うん、まあ本当にアクションは今回の方がすごいなと思って、うん。まあドラマは前の方が、っ,っていう感じです。うんうん ですね、うんというわけでいろいろ話していきましょうかね。個人的に気になったのは最近、ね、さっきも収録前に散々イナズマんてしてたんですけどあの <laughs> ほら、えー、とお姫様のお兄ちゃん役があの捕まってた人がイナズマフラッシュの,、はい、えのインターポールの、ね、人だったね<ー>で上野山さんがねこれイナズマフラッシュで渡五郎の相棒になるインターポールの。 新井さんの役で登場してたんですよね。で、あと、個人的に聞るのは内田朝織って、ほら、殺されちゃう、ほら、いいお殿様いたじゃん。うん、はいはい、はい、もうこいつがね、もう <laughs>、すごいこの映画だといいお殿様で出てくるじゃん。優しいほら、うん、善良なほら、民をすごく大事にしているお殿様として出てくるでしょ ただね、うん、俺ね、もう最近、今年、去年か、去年か、ずっとほら、うん、薬剤画にハマってるって言ったじゃないですか、東映の。もう、東映の薬剤画ではもう本当クソじじいの、狸親父の役ばっかりやってるから、もう、クソじじいの、えー、もう、もう人気なき戦いでもね、日本のドンでもね、まあ、クソ野郎なんですよ、このじじいがね。だから、えー、なんかね、こいつがなんかその、民を守れって言ってるじゃん。 なんかうさんくせえなって思っちゃったりして、はい。<laughs> 風評被害だよ。<laughs> まあ、もうん。まあ、もう、こういうほら、悪い人にさ、ほら、せっかくさ、いい政治をやってたわけじゃん。民からも愛されてね。はいはい、それなのに悪い奴にさ、ブスってやられちゃって。はい、で、民のためにみんな争いをするなっ,つってのみんなごはんのそんみんなでほら、結局喧嘩しちゃったじゃん。だから、それでひねくれて、この子孫であるね、あのー、クレの大久保さんとかは <laughs>、 あんなにね、<laughs> ひどいお,おっさんになっちゃったのかなみたいなね。<laughs> まあ、ひどいはまあ、関係ない、関係ない <laughs>。っていう人と、映画とは関係ないところなんだけど。まあ、ちなみにあの、この、さっきから何度か出てるあの、海を割るって、水をバカって割るシーンっていうのは、大本はあれですよね。モーゼだよね。十回のモーゼですよね、うん。まあ、はい、そうですね。で、まあ、それをなんか、もうあんまりにもそれ有名だから、まあ、パクリとかそういうオマーわずとかでもなく、やっぱりその一つのなんか迫力のあるシーンの、 なんか、うん,うん、うん。テンプレみたいになっちゃってるんだよね。多分この頃はすでにね。うん。うん、で、それで東映とか、まあ大映でもやろうみたいなことになって。ただ、確かにマジンガー Z のプール割りは、うん、まあ、大元辿ればボーゼなんだけど、うん。ただ、直接のインスパイア元はこっちかもね。うん。確かにね。うん。うん、だよね、やっぱ。うん。やっぱ海を割るってすごいよね。 うん、ですね。あのほら、この、この後もさ、いろんな映画でさ、似たようなシーンがいっぱい出てくるわけじゃん。それこそ10回のリメイクだってあったわけだし、ねうんな。人知を超えた力だよね。うん、はいはいはい。出来もすごい良かったか、ね <laughs> うん、まあ前回はほら、まずさ、さっきも言ったけどさ、その、最初ほら、民が苦しめられてるシーンが結構、すごいいっぱい入ってたじゃん。うん,うん。うん、は,いはいはい。で、あのほら、 まあ、その後の、その、ボスの悪役非道が、悪役非道っていうのが、まあ、これでもかと言わんばかりにこっちも溜まってくるじゃん。こ,この野郎、この野郎って思ってくるじゃん。うん、なんかね、今回ね、その、民のシーンがあんまりないでしょ。うそ、ん、う。そう。そその、まあ確かにひどいことするんだけど、冒頭でさ、自分たちの土地は結構その、もう、ほとんど枯れた土地であり、なんかもうほとんどなも取れなくて、みたいな。 で今のうちにあそこに攻め込むしかないみたいな感じでさ、ちょっと事情も分かっちゃうんだよね。ちょっと同情し、しちゃうんだよね。で、結局ほら、戦争の話になっちゃうじゃん。ねはい,はい,はい。その、そこに民が出てこない分、なんかね、悪い奴らなんだけど、ちょっとね、憎みきれなくなっちゃうところもあるんだよね。しょうがないというか。あうまあ、言うに言う憎いんだけど、前回ほどじゃないんだよね。だと、具体的にその、敵の、 そんな、ほら、し、城に攻める、国に攻める以外の、他の悪いことで何やったんだろうって感じもするしね。うん、その、あんまりその、うん、それ以外の悪いことって、その主人公に対する敵である以外のなんか、悪、悪、悪辣さっていうのがあんまりないから、ちょっとね、うん、前回ほど直接は描かれなかったね。うん、まあ、なんか逃げる奴は殺してやつを、みたいな感じで村人、冒頭で切ってたりしたぐらいですか、うん、もう本当に、うんまあ。うん。だ、そんな逃げるぐらい嫌な、 国なのかなっていう感じだけど。ただなんか、こ、なんかね、こいつらが悪いというよりも、やっぱその土地が悪いみたいな感じじゃん、やっぱり。うん。冒頭で説明入っちゃうじゃん。<laughs> あと今、この回大魔人もさ、前回ってさ、ほら、最後さ、敵を倒してもまだ、まだなお暴れて、怒りが沈まらないみたいなとこもあってさ、昔のさ、モスラとかもそうだけど、その、か、完全に自分たちにとって都合がいいだけの存在ではないみたいな。 こいつを発動させれば敵も倒すけど、うん、自分たちにも多少被害があるぞみたいなところも、ちょっと弱くなっちゃって、うん、まあ。まあ今回、お礼言ったら帰りましたからね。うんうん、なんか、なんか、殿様殺したらなんか、うん、気が済んだような感じだった。ちょっとそこもちょっとだからさ、弱いというか、うん、あの、もうあの時、一作目の時ってさ、もう、 主人公たちの怒りと、大魔神の怒りが直結してるじゃん。はいはいはい。ちょっとなんかね、やっぱ、何が言いたいかというと、だから、前回よりもヒロイックなんだよね、大魔神が。うん、だから、今回見ててちょっと思ったんだけど、<laughs> 前回で大魔神ちょっと怖かったじゃん。うんはい、今回俺、怖さを半減した分、大魔神ってこんなかっこよかったっけって思っちゃった。うん。あのさ、海を割って出てくるシーンとか特撮がともかくパワーアップしてるから、海を割って出てくるきてなんかさ、 ズコーンズコーンって海終わった後そ、その顔が、その、下からヌーって出てきて登ってくるところもすごいし、あとさ、んみんなの大好きな、ドカドカドカーンやったぞーって言ったら煙の中でドズズズズズって出てくるじゃん。んはい、あれとか超かっこいいじゃん。はい。なんかね、大魔人こんなかっこいいんだって、ちょっと、ヒーローとしてやっぱかっこいいと思っちゃったんだよね。<laughs> なるほどね。<laughs> ヒーロー性は明らかに増してんだよ。うん,うん。 で、ちょい、<ん>ちょいこわもてめのヒーローっていう感じで、うん。そうそうそう。だデビルマンとかマジンガーみたいな、ね、感じ。そうだよね。うん。うん、で、ただその、それってさ、一作目でさ、一作目でほら、やっぱりゴジラでもなんでもそうだけどさ、一作目ってとにかくさ、うん、こういうことがあったらどうなるんだろうってさ、ゼロからだからさ、結構、愚直なまでに全部真面目に作るじゃん。うん、前回で一回あの話をやっちゃったから、 その、今回のちょっとその、ストーリー紹介もそうだけどさ、ある種のテンプレ化しちゃって、うん、いらない部分は排しちゃってんだよね。うん、なくてもよくねってる部分は。うん、だからほら、前回でほら、殿様がこんだけ悪い人ですよっていうのを描かなきゃいけなかったじゃん。うん、そのために必要なまでに民を殺す、おばあちゃんを殺すみたいな。そっからのその、うん、で、そういう段階踏んでからの最後の最後に、え、魔人様のその、ね、 信仰まで破壊しちゃうのみたいな。今回最初から信仰破壊だもんね。うん、とりあえずなんか、魔人があるらしい、い <laughs> ぶっ壊しちゃおう、みたいな。はいはいはい <laughs>、うん。なんかね、前回ほどのだから魔人様を壊すことに対する絶望感ってないんだよね。うん、前回とあれだけやって上に、さらにその最後の最後、信仰だけは捨てられないんじゃない物じゃないから。物、うん、じゃないけど、その信仰すらもあの銅像を壊すことで破壊してしまうっていう、ひたすら絶望を与え続けるっていうのが演出が弱いんだよね。 それはだからテンプレ化っていうのと、ただ見やすくさっき撮影したのってっ通り見やすくあるんだよね。うん。あともうキャラを知っちゃってるから、分かっちゃってるからね。うん。悪いやつを倒すやつみたいなね。そう。うん、初見のインパクトを与えるためには、だから一作目を作る必要はもちろんあったんだけど、うん、もう、魔人の大暴れが見たいからみんな。うん。なんか、そっちをストレートに、 見させてくれる映画として作ったんじゃないかなと思うな。うん、あとよかったのが、ただ、まあね、ただその、そのテンプレー化がどうのこうのっていう話とちょっとかかってくるんですけど、うんうん、まあ自分が懸念してたとこっていうのがそこで、はい、まあ一、まあ、作目のレビューの時に言ったかもしれないですけど、うん、大魔人ってちょっとなんていうか、話のなんていうの、バリエーションがやっぱ限られてくるようなか、うん、か感じのシリーズかなって思ってて、うんうん、で、今回だから一作目は、だから、 悪い殿様がいて、で、魔人が動き出して、そいつを最終的に倒すっていう話でっていうので、うん。うん、で、二作目もだから、なんだ、例えば敵怪獣が出てくるとか、そういうふうなわけじゃなくて、魔人が暴れ回る、最後に魔人が暴れ回る話だから、うん、そうなると、これはだから、ま、懸念してたのはそこで、だから、前作と正直だから、あまり変化が見られないんじゃないかなっていうふうに、ちょっと不安に思ってて、で、今回見てみたら、まあ確かに所々で、まあ、なんだ、 あの、前作にはなかったようなところ、例えばその最初に魔人の像が壊されて、その後、あの、魔人のその武神像っていう形がなくなったことによってなんか見えない何かがなんか動いてるようなオーカルティックなシーンとかがちょくちょく入ったりはするんだけど、でも、結局基本的には悪い殿様がいます。で、何かしらその主人公サイドが対策を立てようとするけどダメでしたっていうのが続くっていう、だから前作にあったことをもう一度見せられてる感があって、だから、ちょっと人間ドラマはやっぱだから前作での、 いい、悪いかとしたら二番戦時かなっていうふうに今回もちょっと思っちゃって。うんうん、だから、で、しかもこの映画ってほら、あのー、まあ、なんだ、まあ、今回自分が見たのはだから本当につい最近一作目を見て、だから二作目またすぐに一ヶ月経つか経たないかのタイミングで見てるからっていうのが、うん、まあ、それなおさらあるから、でもあるんでしょうけど。だから、うん、ちょっと今回やっぱ人間ドラマそういう意味ではちょっとなんか一作目を見た時ほどなんか、うん、うん、おお、どうなるんだみたいな感じの新鮮さはやっぱなかったかなっていう。うん いや、ある意味安心感だよね、うん、その。あのあ、魔人様が出てきたらこいつらをやっつけてくれるっていうさ。<ー>要はだからその、じ、いわゆる時代劇の安心感、うん、あの、うん、テレビの時代劇の安心感みたいなもん、もんじゃないかなと思う。うん、うんあ。だから、まあ悪い部分じゃなくていい部分というかその、もう、うん、今回ってさ、割とだからさ、魔人様の力が発動されるのも割と早いじゃん、もう。 最初からその、通型出てこないけど、その海にその船を沈めてやっちゃったりとか。うん。もうだからさっき言ったとおり魔人様っていうのもみんな知ってるからってことですよね。うん。で、それでいてあと、あの、ま、その辺、二作目ってことで、その辺はうまいなと思う。ちゃんとした、セリりなって思うのが、前回は最後の最後に壊した。さっき悪い部分として言っちゃったけど、その、壊し方も、前回でほら、杭を打つって言ってたじゃん。 さん今回最初杭とか売ってたけど、壊れねえって言って、葉っぱを仕掛けようって言って、その、火薬を使うじゃん。うん、そう、はいはい、あのね、人類側がパワーアップしてんだよね、今回実は。見てるとね。前回はほら、えー、剣で戦う、鎖を使う、あと、あのー、火,火,火、あのー、火力といっても、なんか燃えてるたわ、たわらをなんか、バーって、火とか、ん石とかをなんかんな落とすみたいなことしかやってないじゃん。今回ね、火薬が出てるんですよ。 で、しょ、うん、っぱでまず、あ、今回の敵は火薬使えるんだってことが分かるし、その、うん、魔人の像も一発で破壊しちゃうっていう。うん、ところがなんか、あ、人間パワーアップしてるし、そのさっきも言った通り、最後はほら火薬ボボボボ,ボ,ボン、やったかダメですみたいなね、や,つをやってるっていうのが、<laughs> うん、確かにちょっと、 パープしてそこ特撮の面白されってだから、あれですね、特にあの、VS シリーズの、だからスーパー X が出ました、次スーパー X2 が出ます、次スーパー X3 が出ますっていう、その流れですよね。本当。今にして置き換えてみれば。そう。だ2作目までだね。だ期待するのは3作目だと、ちょっとマジンさんが、あの、ピンチになってくれないのっていう、感じでもしくは もしくはなんかもう本当にまあ出ないことは分かってるけどなんか敵もなんか魔人様並みのなんかやつを持ち出してくるみたいな、うん、なんかそ,それなんかまた違うものになってくる、ね、ですかねなんかなんか悪い悪い殿様がなんか実は妖怪が変化してたんだとかさなんかそういうのになってくれたらもう少し面白くなるんじゃないのとかちょっと思ったり多分、うん、4作目5作目ってなってったら 多分それになってったと思うけど、な,<い>ならなくてよかったね、だからね。<laughs> うん、ああ、よかったかな、うん。ちょっと、ちょっとチンプかも。あの、だから、魔人様ってさ、戦うれて人じゃん。はい、で、ミニチュア壊してるし、はい、あの、動きがすごい限られてるでしょうん。で、あればさ、石像が動いてる感っていうのがやっぱさ、迫力の一つでもあるしさ、うん、その、ミニチュア壊すのも迫力の一つだから、敵と戦った時に、夢が覚めちゃうかもしれない。 うん、まあ、法が解けちゃう。当時の特撮技術とね。うん、ああ、なるほど。すごく上手いんだよ、この特撮って。だから、あのさ、ゴジラとかガメラのさ、まあ、うん、当時の特撮の、あのー、いいところより悪いところかもしれない部分ってさ、うん、戦わせた時に、ちょっとその荒が出ちゃうっていう部分。うん。とかほら、うん、例えばでも、ラドンがさ、あのー、博多のビルをさ、上から押しつぶすようにさ、降りてくるやつとか、超かっこいいじゃん。うんはいはい だけどさ、キングギドラをつつくときにさ、首がガックンガックンしてるのに言うとさ、ちょっと、ほがらかな気分になるじゃん。<laughs> うん、なんかだから、大魔神ってさ、多分ガメラとかとゴジラと違ってほがらかさ、求めてないでしょ。うん、あくまでも怖いあ、はい、存在で、最後まであり続けたじゃん。うん、あの、あいつがシェイしてるときにね。そっか、この、このときもあいつがシェイしてる、うん。あいつ、いつもう同じ。同じ歳ですね。うん この子を制してんねあいつ。<laughs> ね、そのなんかいいパパになっちゃうからね。あの人昔は怖かったけど落ち着いちゃったわねみたいな感じになっちゃうからねあいつはね <laughs> そう。だから、うん、俺でよかったと思うけどね。そうすかねセットがあと今回、やっぱすごくでかいし増えたよね、でかいのもね。うん あとね、うん、痺れるのが、あの、やっぱさ、縮尺が大きいじゃん。うん、それでいて日本家屋のあの汚し、はい、お城の中から見るカットあるじゃん。お城か、その縁側から見るカットあかねあそことかすげえいいなっていう。はいはい、そう。だからね、うん、あの、ゴジラとかだと、できないっていうか、うん、やっぱ、うん、この縮尺だから、ミニチュアっていうよりなんか、うん 小型だけど建築物っていう感じがそうそうそう、わかるわかる。崩れる時にしてもさ、ちゃんとは、中で柱が割れてるのが、あの、崩れた後露出するところとかね。はいはい。すごいいいよね。だってさ、あのカットとかってさ、手前のさ、あの、手前にその建物があって、向こうに大魔人がいるカットってさ、手前の建物さ、本物って言われたら信じちゃうもんね。あそこに大魔人がいなければ本物に見えるんだよね。そうそう。 でそれであとさ、あのさ、ほら、壁をガラガラガラって崩してんとかさ、あそこのね、合成もやっぱ相変わらずうめえんだそう、合成ね、うん。あの、ガラガラガラって首、あの、壁を破壊したら向こうになんか人がいっぱいいて、わー、逃げろって逃げてるやつうん。うん、あそこのさ、合成ってのはわかるよ、もちろん。うん。あのね、感心しちゃうんだよね。すげえな、この頃の合成うん。 だから、どっから合成だろうっていうのを探すために、うん、<laughs> 一時停止とかする感じのね、うん。あとさ、前回さ、ほら、一瞬出てくる、そ自腹の時の一瞬の光が超かっこいいって言ったじゃん。うん、俺はい、はい、今回の超かっこいいポイントね。うん。雷って赤い雷超かっこよくねあ。あ、そう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 。うん、なんかさ、うん、やっぱ、 こういう特撮とかに出てくる雷ってなんか向こうでチラチラ光ってるような、うん、イメージなんだけどなんかパスついててかっこいいんだよすごいね。なんだろうね、ここ何十年かで見た雷で一番かっこよかったんだけどあの赤いやつ。しかも赤いじゃん。<おー> <laughs> はいはい、はい、すごいなんかね、かっこいいんだよあれが。え、すごいっていう、はい、なんか手前に迫ってくるなんかね、うん、目の前に落ちてくる雷っていう感じでね、ちょっと。 怖くもあり、かっこよくもあるね。うん。でね、さっき合成の話がいろいろ出たんですけど、確かにあのミニチュアとの合成とか本当にもうね、どっからが合成でどっからがミニチュアやらっていうのがね、本当にわかんないぐらいだったんですけど、うん、あの肝心の湖を割るシーンとかだと、うん、ちょっとあの、後ろであの、滝みたいに流れ落ちてる水のしぶきの大きさとか見ると、うん、うんちょっとやっぱ違和感とかはたまにあるかなっていうふうに思っちゃって、やっぱ。うん どうしてもまあ、ーン的に、まあ、どうせ、やっぱこれは合成なんだよなって思いながら見てるせいかもしれないんですけど、やっぱ、ちょっと水ってやっぱ、ウィークポイントだよね、特撮のっていうふうに、今回再確認はしたかなって。まあ、ギリギリって感じだな、この大魔神の大きさ的に。水割りはやっぱ、見たい人はね、10回見た方がいいですよ、10回。超いいよ、10回の水割り。結構ね、しびれる。あれ、10回。中学生の頃見て、しびれたもの。 ーうおかっけえっていう。うん、アメリカ映画の実況。そうそう。あのー、あれなんて言うんだっけ ?60 年代、50年代かな ?58 年。58年かなうん。あれね、いいよ。はい、あのー、その後ねあ、その前にあれか、あれあの、石、あ、その後か、紙、石になんかいっぱいなんか決まり事が神様からのこれ、あれしてダめよこれしてダめよいっぱい読むんだけど、まあそこはそこでかっこいいんだよ。<laughs> うん なんか守りたくないなと思うんだけど、<laughs> 一つも言うこと聞きたくないんだけど、<laughs> あれは読んでるところはかっこいい。だから、あの、えー、の10回の話なってこ悪いけど、あの、学校の校長先生とかさ、はい、あれしちゃいけませんとかさ、朝礼で言うじゃん。あれやったらみんなね、不要い,い,、はい、いなくなるよ。一 <laughs> <laughs> つリーゼントはやめるべしガラガラガラーって、あの、で、これで大魔神なこの、稲妻 赤い犬ズマ、演出、はい、の、この、教頭先生が、バーって上から、ピカ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 して、やるの。そしたら絶対、不良いなくなるよ。<laughs> ひとーつ不純異性行為はやめやますピカーンカラカラカーひとーつ学校をサボるでかロロロローって言っもその学校はね、不良がいなくなりました、とさ、みたいな。ヤンキー先生の要なんかいらねえよ。うん、もう鬼塚英吉とね、<laughs> ヤンクミが泣いて逃げるっていうね。 うん、<laughs> なんすかその、なんか、桃太郎侍のパワーアップ版みたいな感じちょっとごめん、ごめんち、ちょっと、これさ、ちょっと企画として面白くない <laughs> ちょっと今、なんかこれ映像化したらさ、一発、まあ、出落ちだけど、<回>一発映像してるとやりたくないこれ。<laughs> ちょっとね。<laughs> ちょっとなんか、いやでも、それやるとしたら、<laughs> 本当にあの、男塾塾長、江田島平八みたいな、とんでもないガタイのおっちゃん連れてこないと、多分、説得ない、ね。いやいやいや,いやいやいや、<laughs> い,やいやいや、違う、10回のいいところは、相手あのね、ヒいじいさんが <laughs>、それをやってるからいいんだって <laughs>。 いいなそうの小太りの校長先生とかでもね、いいんでちょっと話がそれたので、まぁちょっと戻すと。あの、いや、もしもしこれ聞いて、今のやつを映像化したいっていう方がいらっしゃったら、一声かけてくれれば別にいいんで、あの、原作やるかぎり意見でつけてくれればいいんで、次、やたい人をどうぞ。ななそれ欲を出すの。いや、あれは、お金はいらないよ。うん。あとは、イケストラで出演させてください。 <laughs> <laughs> まあまあまあ、あと本題に戻るとして、あと好きだったのは、さっきもちらっと言いましたけど、うん、あの、まじ、あの、武神像が最初に壊されたことによって、うん、なんかあの、まあ、一回その魔人の影も形もなくなるわけじゃないですか。うんうん、影も形もなくなってから起きる、ああ、でもなんか魔人どっかで生きてんだっていうような感じは、うん、ちょっとオカルティックな、なんか、ね、なんか得体の知れない力が動いてるみたいな、そういうシーンは好きでしたけどね、なんか。うん、なんか、後の、 なんか、後のなんか、ホラー映画とかにもなんか通じるような、なんか、演出でね。なんか、それこそなんか、リングみたいな感じで、うん。<laughs> なんか、なんだろう、なん、あのー、主人公を、あの、追いかけていった、あの、追いかけて、船で追いかけてる兵士のなんか船の下から、なんだ、船が動かないぞ、なんか岩がきしむような音がするってったら引きずり込まれるとか、うん、あとその、ま、武神像の破片が胸に刺さった死体がな、だけが流れてくるとかね、うん、そういう、なんかオカルティックなシーンは、ああ、いいこれっていうふうに思ったかなって。だから、魔神様って、あの、魔神像は要は入れ物でしかないわけで、うん。<laughs> あの、もっとなんか、なんていうの、す 霊例体みたいな感じでいるっていう感じがいいよね。前回のあれがあるから、さっき言ったよ敵が強くなるってことでもあるんだよね、あれはね、だからね。ああ、ああ、銅像壊されちゃってどうするんだって、俺らか後は知ってるからさ、んだけど、銅像壊されちゃってどうするんだって当時の人たちは思ってたんですよ。どうしよう、わりザロが殺されてしまったこの映画の終わりはバッドエンディングだって。 そんなことはないんだろうけどね。うん、マジンコーってって出てくるからね、うんうん。うん、いや、だから、あれだ、あの、パイルダーオンするやつがなくなったら、今度はファイヤオンして出てくりゃいいんですよ <laughs> で。何のことだよ。<laughs> 今回、今回はおでこに何にも刺さってなかったじゃないか。うん、あのさ、あとさ、ま、その代わりはあれですよ、あの、爆薬の炎でファイヤオンしたんでしょう、多分、うん。そういうことか。はい <laughs>。で、何あのさ、いや、前にさ、ほら、俺さ、ガメラとモスラは平成になると入れ替わったっつうじゃん なんか、うんはい、これ、第二作目で、水が割れて、最後、なんか巨大な、その石物が、うん、あのー、うん、水になって消えていくって、なんか、モスラツっぽいなって、ちょっと思って。あ<ー>あ<ー>。モスラツ、モスラツ、平成モスラって、本当なんか、大英作品なのかなって、ちょっと思って。<笑><笑>えなんかさ、まあ、ちょっとさ、<れ>影響を受けてる感じしないモスラツ。特撮だな、まあ言われてみれば。あるかもしれない。<laughs> うん うん、いや、なんか直接じゃないかもだけどさ、うん、まあ他にこういうその水になって消えるっていうのは多分あると思うけど、まあ、なんか、ちょっと似てるなって思っちゃった。まあヒット作だし、うん、見て、作ってる本を見てなくはないと思うから、なんかしらの影響はあるかもしれないね。うん で、こんな風にね、まあ、やっぱり今回も割とやっぱ特撮面は高評価のし、が多い映画じゃないですか。うん、はいはい。それをね、あの、<coughs> 前作から4ヶ月後に公開ってどうなってんの大映って今回思ってね、本当。うん、特撮もんじゃないですか。うん、ミニチュア作ったりとかいろいろある。うん、他の映画よりも手間かかる、あの、ジャンルなわけで。うん、そう考えると4ヶ月でよく作れたなっていう風に思ったんですよね、やっぱり。うん。まあ、ただほら、建物を壊すのとかは、うん、技術的には前作とは。うん 変わらない部分もあるから、うん、ノウハウ的にはもうあ、あるもので作ってるんだろうなと思うけどね。うん、まあ、じゃあ、あとはいかに早く作るかですか。あとね、さっき言わせれたけど、好きだったのが、あの、ラストでね、あの、魔人があ、あのわ、あの、悪い殿様が一人小舟で逃げてるところはい、はい、魔人がクワッと睨んだら、あの、水面シューって炎が走るし、ねあ。あれね、すごいよね。うん、ちょっと、あれさ、うん、あれ見、二回、何とか見返しちゃったんだけど、 あれ、なかなかすごいよね。うん、あれ、ちょっと、え、どうやってんだろうって、そう思っちゃった。うん、あれ、どうやってんの、ね、<laughs> なんでしょうね。下になんか油敷いても泡はならないじゃん、うん、あの、ガメラみたいなことになるでしょだから、水の中にあの、油を染み込ませたなんか、何かを、に火をつけて沈めて、それをなんか、ワイヤーを通してなんか、シューッと走らせるみたいな、そんな感じだろうなっていう。うんうんうん あれすごくいい。で、その後のあの、うん、さあ、みんなも十字架にね、貼り付けて火炙りにしようとした殿様が、結果的に自分が十字架にね、うん、なって火炙りすぎて、すごく皮肉も効いててね、あの、いいな。そ、そんな絡まり方するかいと思った、ね、<laughs> 確かに、ね、確かにね、ちょっと思いましたよ、自分も。ああ、だからね、あれはちょっとやりすぎかなと思った。なんかね、うん、いや、その前の、ほら、十字架っぽくな、ほが聞く十字架っぽくなっちゃったじゃん。それにしがみついて焼かれてるの見て、これはいい皮肉だって思ったんだけど、 ガチで十字架にかけられちゃったらちょっとやりすぎだと。あとね、今回ちょっと一瞬おって思ったのが、あの、大魔人のあの顔。あの、ま、あ前作と同じく基本的にはあの演者の目をこの生かす方式で撮られてるんですけど、なんかシーンによって引きのシーンとか特にそうすけど、結構電飾ギミック付きの頭とかもこれ使われてるのかなとかも思ってね。どういいじゃないって。あれ、反射じゃないか。んかありませんでした目光ってるようなシーン。反射かなって一瞬。ピカーってそうなんか ピピカッピカってたってな,なんかそんなふうなのも確かあったと思うんですけどあのーうん、あれだあの悪い殿様があの主人公に刀突きつけて近づいたら切り捨てるぞって脅しをかけたら、うん、なんか魔人がクワッとにらんでなんか風がビューっと吹いてもう一回逃げ回るみたいなシーンの時になんか目光ってるふうに見えたんですけどね自分は。うんえー、どううだろうちょっっと待って今見る 今 <laughs> あのー、ガメラ対ガメラ対議論のあのじゃあガメラ対バイラスのあのバイラス人のシーンみたいな感じで目光ってんじゃねっていうふうに思って。<laughs> 演者の目が映る方式の時よりちょっと目も大きく見えましたからね、その時は。あー、ほんとだでしょ転食、うん、ギミックでしょう食、ん、転入って。まあまあなんか、なんかね、あれだ、ちょっとね、ウルトラマンの怪獣みたいに、ね、ピカピカーって光ってるわけじゃないけど、たたうん、すごちょっと光ってるのかなって感じがするね。<ー>うん。 なんか一作目作るときに本来はあの魔人の目は基本的に電飾ギミックで光らせるみたいな感じなのを人の目を生かす方式に急遽変えたみたいな話で今回それを逆に生かしたんだなっていうのでねあなんか生かせる場があってよかったじゃないっていうふうには思ったかなって今回、うんうんね、作ったのかな前作で一回多分一回作って使わなかったものなのかな、うん、あれ、ね、あの顔が変わるシーンはようやくあの俺のよく 覚えてるあれになったね。その、ちゃんと前回までカバカバだったのが、ぐわーってあの、綺麗な合成で変わるやつになったね。手、うん、両手でやるやつね。うん。頑張るみーみたいな感じでや頑張るー <laughs> 俺、ルビーちゃん見たとき、大魔神思い出したもん。<laughs> <laughs> なんかね、ちょっと、ちょっと頑張るビーと関係あるかどうかわかんないですけどね、その、魔人がいろいろ動き出したりとか爆破される前に、あの、魔人の前で祈祷してたら、魔人の顔が赤く光って、これは悪いことの前兆じゃっていうシーンあったじゃないですか。はいはい。 正直あの赤く光るシーンがね、なんか怖いとかあや怪しいとかじゃなくて、なんかあの、よく、それこそなんかルビーちゃんとかもそんな顔する、しますけど、あの恥ずかしがって照れてる顔に見えちゃってる。俺も一瞬思っちゃった。うん、<laughs> うん、あ、なんか、うん、頑張るビーとは関係ないけど、あ、なんかうん、ルビーちゃんもこんな顔するなって今知っなんか、わいこちゃんが来たっつってね。<laughs> <laughs> どうしよう、魔人ちゃん照れちゃうわっつって。<laughs> <laughs> な,んかなんか、ルビーちゃんみたいな子はよ、よくあんな照れ、顔の責面の仕方するよねっていうふうに、ん、見て思いましたね。<laughs> ま,あまあまあ俺らがそういうこと言ってると、お父様はやばい、たたりがあるっていう、大騒ぎもあるからね。<laughs> そういうところない。そんな、あの、その場で言ったらね、いや、たたりってでお前って言われるよ。うん、たたりじゃたたりがあるぞ。うん、<laughs> <laughs> あとさ、イフ部アキラの音楽さ、基本的には前回と同じなんだけど、うん、あの、うん、アレンジ今回かっこよくない うん。ダーンダンダーン、ジャーンってすごい音がさ、その、クリ、うんはい、でしょあれはすごいかっこいいなと。かっこいい、ね、今回のテーマはすごい、うん、あの、一作目のテーマが一番やっぱ有名なんだけどさ、うん、ちょっと一作目のさ、ダーンダンダーンに入るところがさ、ジャーンになるじゃん、今回。うん。はい。そこがめっちゃかっこいいなって,思って。 あとね、結構ね、いろんなところでね、ゴジラ vs キングギドラで流用された音楽がいっぱい流れてて、あのなんかね、<laughs> そう、しかもそれがなんかね、魔人様に祈るようなシーンとかね、ちょっと悲しいシーンに出るから、なんか、あれどっかで進藤会長が泣いてるのかなって思っちゃって <laughs> 父親とかて言っても、父親よしさんはね、父親よしほらあ東宝の人だからなっていう、うん。この頃は出てこないかなっていうん。<laughs> <の>父親さんが泣いてもゴジラにね、線を浴びさせられるだけだからそうだね。うん <laughs> ねあれは泣いてるからこそ、あ、見せたって感じでもあるかもしれない。まあまあいいや。いや、あの、ゴ <laughs> ジラにそんな感じはないと思うよ。<laughs> まあ、ドラマに関しては、まあ、つまらないってわけじゃないんだけど、前作ほどなんか、うん,うん、うん、ずっしりくる感じはないかなという。うん、ただ確実にその大魔人の広い草で、とかアクションの迫力はね、うん、ものすごいレベルが上がってるので、まあ、前作よりも見やすい。あとね、うん、別に話が繋がってないから、あの、これはこれで単体で見ても OK です。うん。 うん、逆にあの、連続して見る場、連続して見る場合は、うん、あんまりあの、短いスパンで見ない方がいいかもしれないかもね、一<う>作目と2作目は。<ー> <laughs> 確かにね。だから、まあうん、似たようなプロットの作品でも、例えばあの、初号字と八四とン語字らぐらい、あの、作品自体の年代が空いてたらまた違うんでしょうけど、うん、同じ年にその、公開された映画で、プロットも似たような感じだから、短いスパンで見ちゃうと、どうしてもちょっと、2番線時間っていうのを感じる人も出てくるんじゃないかなと思うかなっていう。うんうん、確かにね。<laughs> まあ、なんで、 まあ、総合的には楽しめる映画なのでね、ぜひご覧くださいということで、はい、次回の、えー、大魔人逆襲でまたお会いしましょう。今回の大魔人ですが、あなたの心にどんな稲妻が、ピカーンと来ましたかいやー、火薬、火薬の煙の中から出てくる魔人って本当にかっこいいもんですね。えー、それでは、えー、魔人様は、次回、えー、大魔人逆襲でもガンバールビー、えー、さよ, <laughs> さよなら、さよなら、さよなら。何を売ってるんだ、